のがもう一人。しかも俺の可愛い狐じゃないか。大きい狐小僧。今は明治何年だ。今は大正時代だ。大正。また俺がこんなところに閉じ込められている間に。許さん許さん。鱗抱き姫。どうして鱗抱きさんを。知っているか。俺を捕らえたのは鱗抱きだからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだな。特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった。獅子色の髪をしてた。口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったがすばしっこかった。それって、じゃああの二人は俺に殺されていた。でも俺は二人と。その面、目印なんだよ。その狐の面がね。鱗抱きが彫った面の木目を俺は覚えている。ヤクジョの面と言ったか。それをつけているせいでみんな食われた。みんな俺の腹の中だ。鱗抱きが殺したようなもんだ。これを言った時、女のガキは泣いて怒ってたな。その後すぐ動きがガタガタになったからな。天使を引き、お前が旅人とまともを恨むなら鱗抱きを恨む。あいつが俺をここに閉じ込めたからこうなった。ふざけるな。旅だけじゃない。お前に食われた者の仇は俺が取る。甘いんだよな。食ってやる。避けた。まだ動けるのか。弟のシゲルの声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとうシゲル。頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。大きくなっている。冷静に冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前本当に鱗抱きの弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。へっ、飛んでけ。もう一度。サビタ、マコモ、君は俺を強くするために俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。今俺は負けない。こんな鬼に。ほらほら。
しようとしているのか。小さい体は大変だ、ウロチョロと。でも何をしても意味はない。俺はお前より大きい、体も強い、そして首も硬い。かわいそうな姿、どうやって食ってやろうか。止め損なった。でもな、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い、こいつは切れない。一の肩。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。サビト、マコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと鷺り山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。4人、20人くらいいたのに。死ぬわ、死ぬ死ぬ。ここで生き残っても結局死ぬわ、俺。おかえりなさいませ。おめでとうございます。ご無事で何よりです。で、俺はこれからどうすりゃいい。刀は、まずは大福を支給させていただきます。体の寸法を測り、その後は階級を刻ませていただきます。階級は木の枝から水の戸まで10段階ございます。今現在皆様は一番下の
水の戸でございます。刀は？本日刀を作る鋼、玉鋼を選んでいただきますが、刀が出来上がるまで10日から15日かかります。その前に今から皆様にカスガイガラスをつけさせていただきます。カスガイガラスは主に連絡用のカラスでございます。カラス？これスズメじゃね？どうでもいいんだよカラスなんて。刀だよ刀、今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。やめろ、この子から手を離せ。離さないならおる。ああ、なんだてめえら、やってみろよ。てめえ。お話は済みましたか？ではこちらから玉鋼を選んでくださいませ。ちっ。鬼を滅殺し己の身を守る刀の鋼はご自身で選ぶのです。多分すぐ死にますよ俺は。選べと言われてもどう選べばいいんだろう。全然わかんねえ。そうか、5人も生き残ったのかい。優秀だね。また私の子供たちが増えた。どんな剣士になるのかな。